皆さんこんばんは、アローズスクリーンの審査です。こんばんは、トミーです。トミーさん、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。いやー、何かとお忙しいどころじゃないぐらい、今多分バタバタされている時だと思うんですけれども、はい、まあ今日もお忙しい中、いえいえ、閉店後時間いただきまして、いえいえいえ、貴重な加古川店さんで収録をしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、今回はですね、はい、まあ、いよいよあの名機ともいえる5号機、ミニオコット神々の凱旋がもう間もなく撤去になるということで、はい、まあ、今日はちょっと2人で凱旋を打ちながら、はい、まあ、今後の展望なんかお話できたらいいなと思うんですけれども、そうですね、まあ言ってもこの貴重なチャンネルもおかげさまでこう配信を続けてたくさんの人に見ていただいてますということで、まあ、今回ですね、はい、ちょっと我々の結果に応じてプレゼントを用意しようかなと思ってるんですけど、視聴者の皆様にもちろん抽選ですけれども、はい、で今回プレゼントとしてご用意するのが、番組特製のクオカード。これはね、貴重なチャンネルとか審査とトミーなんかどうでもいいっていう人もクオカードあれば助かるじゃないですか、はい、でもちろん番組見てくださってる方は記念に欲しいという方もいらっしゃるでしょうから、まあ、後ほどあのご応募方法をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください、はい、そして、ミリオンごと神々の凱旋打っていくんですけれども、まあ、ただプレゼントするというものじゃなくて結果に応じてプレゼントの当選者数が変わっていくというものを今回やっていきたいと思います。で、凱旋ですから、はい、言っても赤7ゴッドどっちか引かないかんでしょということ で、 そうです、ね、確定役を2人とも引けた場合はクオカード10名様おで、どちらか片方が引けた場合7名様、残念ながらどちらも引けなかった場合は5名様というふうにさせていただきたいと思いますので、しっかりあのプレゼントご用意できるように我々は確定役を目指して今日はやっていきたいと思います、はい、ただ制限時間があります。おこれがめちゃめちゃ難しくなると思うんですけど、はい、なんと2時間です。1000ゲームちょっとぐらいかな。まあ普段の富士さんだったらね、2時間あれば、2時間あれば。だからそうですね。そう。で、時間が短いんで、一応 G ストップ中の S と7もありということでやっていきたいと思いますので、まあ今日はぜひ確定役をお互い引いて、そうですね。はい、プレゼントを用意できるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで、はい、もうなんか悲しくなりますね、凱旋、ね、がなくなるっていうのは。特にシーサさんはなんかもうそういう感、いろんな思いが込み上げてくるんじゃないですか。そうですね、あのユーザーの方にも凱旋なくなったらどうすんのって言われるぐらいいや別にどうするも何も凱旋しか売ってないわけじゃないんですけど、やっぱりそうですよね、まあ、凱旋のイメージもイコールでみたいな感じでね、ついてきたので、まあ、ちょっとこれから何を打とうかなというのは正直なところですけど、まあ、今日は視聴者プレゼントかかってますので、絶対に絶対にやります。確定役引けるようにやっていきましょう、はい、じゃあ制限時間わずか2時間確定役引けるかどうかスタートです。お願いします。ちなみに設定変更してもらいまして、はい、両方6のリセット5です。そして今日は貴重な加古川店さん来てますけれども、はい、ちょっと僕心配してますよ、トミーさん。そうですよね。どうするんですか、こんな台数置いて。33台ございますから。33台、しかも、はい、ギリギリまで。そうですね、もちろん設置されてるんでしょ。一応8日、11月の8日まで11月8日までは設置予定ですね。ってことはこれが配信されてもまだ設置してあるということ で、 そうです。ちょっとね、ギリギリまで加古川店さんの凱旋楽しんでいただきたいですね、皆さんに、本当に。もちろん最後まで気を抜くつもりはないですよね、はい、ここはあの自信持って言えると思うんですよ。なぜならば絶対に目立つコーナーなんですよ、ここが一番。そうですね、貴重な加古川店って言えばまず目に飛び込んでくるのがここで、最後までここに設置してあるってことは変な営業できないわけですよ。ですよね。まさにおっしゃる通りです。ここがメインです。そうですよね、まあ、最後だからってね、もうぶっこ抜くようなことがあれば、あ、貴重な格好はやりやがったなって絶対なりますからねそうですね、ちょっとそれだけは避けてほしい。今後のこのスロット事情を占うような状況ですから。そう、ここは多分僕のこれは勝手な
勝手な考えなんですけど、うん、このコーナーにはキコーナさんの意地とプライドがかかってると思うんですよ。このコーナーは絶対に埋めてやるっていう。いや、ここがガラガラなわけにいかない。いや、みすぼらしいですよね。なのでね、まあ、凱旋がある間はもちろんですけど、まあ、凱旋がなくなった後もその、ね、キコーナさんが一番見てほしいコーナーに何が配置されるのか、そういうことです。レイアウトの変更とか、まあ、入れ替えとかあった際にはぜひ注目していただきたいですよね。さあ、トミさん、外れです。ああ、言ったけど別に負けてないけどなんか気分悪いからもう行かないっていうお店も結構ありますし、ね、逆にね、負けたけどなんか良かったねあのお店っていうお店もたくさんあるんですよ。来店同期、まあ、そのお客様の潜在意識ってやっぱそういうところにありますもんね。よし、早速チャンス到来、お願いしますよ。はい、とりあえず S か7が揃えば7名はゲットなんで見といてください。はい、見てます。いきます。さあ、やってやれ。おお、ちょっと待って、いきなり7-3チャンス。さあ、鏡鏡鏡出せ。はい、あ、下手くそ。鏡2つやぞ今の。大丈夫っす。まあまあ、ここはしょうがない。あと3ゲーム。はい、鏡。ああ。まあ、6なんでね、リップ3点投稿する可能性もある。なんですか、すいません、あれ今なんて言いました。くぅ。いやー、でも面白いですね。なんかやっぱり、やっぱり、はい、その引くか引かんかで結果が変わるっていうところが、ね、30分経過です。早い、あと1時間半です。まだ何もできてない。 G ストップがあるじゃないですか。 G ストップ、はいはい、外しました。大丈夫です。1時間に1回引けばいいんですよ。1時間に1回。そういえばシーザーさんって、はい、ペナゴッとしたことあります？あります。 あるんですね。これではないですよ。お、初代のゴッドであります。うわ、初代ですよ。初代は嫌だ。初代は5000枚出ますからね。そうですね、いやー、これまあ何度か話したことあるんですけど、まあまあその日朝からずっとゴッド打って朝からゴッド打って展開来てなかったんで相当負けてますよ。相当負けて、もう、はい、もう、まあ、当時まだ若かったんで20代前半20代ぐらい20代だったんですけど、もうこんな感じですよ。ふてくされてもういくら使ってたかな夕方ぐらい。だってあれだって午前中で10万とか負けれましたもんね。もう仕事終わって20万負けてましたんで。もう疲れてふてくされてよく、まあ、こんな感じで打つ人いるじゃないですか。こんな感じだったんですよ。でもはいはいはいってこんな感じでやってたんですよ。そしたら一回間違ってこれを押さずにポンポンポンってしてしまったんですね。ああやべえと思って、でまあ普通にこうやって叩いたらここで遅れたんですよ。おお、で初代の遅れって今の遅れより熱かったんですよ。そうですね、まあ必ずかゴッドだったんですけど、はい、まあでも外れもあるしね、さすがに。まあ止まりますよね。揃うなよ。デデデデデーン。やっちまった。まあ、とりあえず押します。もう7テンパイしてます。ゴッドもテンパイしてます。で押しましたってゴッド揃います。出目773です。そうですね。でこの親指離した瞬間テレレテレレテレレって15枚の払い出しで終了です。でゴッド揃って773 15枚ペイアウトついとる。
そりゃそうなるわ。ちょこれ見て、これ見てこれ、ゴッド揃っとるやん、これなんこれって、まあ、若かったんでね言ったんですよ。なりました、すぐ言われました。どうにかならん、さすがに。っていう思い出があります。初代のゴッドは結構思い出いろいろありますね。もう本当にゴッドじゃなくてアラジンエースでボロ負けした後に連れとうちに行ってて、まあ友達が売ってるんで待ってるじゃないですか。で店内こう当時はねストック機が多かったので、ちょっと美味しそうな台空いてないかなと店内うろうろしてたら当たりました。うろうろしてたらその、まあ、よく一緒に行ってた連れが、もうお前暇やろって、はい、なんか売ってこいって3枚だけメダル渡されたんですよ。お前3枚で何が起こるかわからんばいって言われて、うん、分かったじゃあ3枚ちょうだいって初代のことですよ。3枚入れて回したら遅れたんですよ、そこで。やばくないですか。ゴッドは引けなかったんですけど、そこで赤奈良が揃ってスーパーゴッドゲームっていうのもあったんですよ。すごい。だ結構初代からミラクルは起こってますね。はい、というわけで最初のあたりおめでとうございます。ありがとうございます。6っぽいあたりですね。何か引き取ったかな。いろいろあったなゴッドは。これからも多分いろいろあるんだろうなと期待してます。ゴッドで凱旋でゴッドは終わりじゃないですから。そうですね。あなたの夫もありますし、まあ、6号機新たなゴッドが出るかもわからないですし、いつの日か7号機が来るわけですからね。やっぱりゴッドはゴッドであり続けてほしい。で、トミさん今回ね、はい、クオカードを一応プレゼントするって言いましたけど、まあ、特別な時とか普段こうチャンネルをご覧になられている皆さんのためになんかこうプレゼントできる機会があれば、今後も何かちょっとまあ本当気持ちいいですよ。そんな高価なものは用意できないですけど、なんかちょっとした文房具とかグッズ、すいません引いちゃうんですね。すげえ、はい、さすがですね。決めますよ。じゃあ、いいとこ止まってくれました。1個目だい。で、あの文房具とかあのちょっとしたグッズとかを、まあ、今後こうなんかこう気候なチャンネルのオリジナルのものとして、はい、なんか作っても面白いなって思ってたんですよ。そうですね。今回クオカードなんですけど、あ、だったらこういうのがあったらいいなとかって、もしなんか意見があったら皆さんからもね教えていただきたいなと、はい、視聴者プレゼント作るんだったらこういうのがいいよっていうのがもしあったら皆さん、そうですね、ちょっとあのコメントでもしていただいたら参考にさせていただきます。あれなんかさっきカットイカズチが来てたような気がしたんですけどあれ気のせいでしたっけ、ね、まさかですよね。来たら揃ってますもんね。そうですね。いや本当に設定6かトミーさん、まだ当たってないでしょ。はい、それホールで打ってて、これ設定高そうだからちょっとやめれないなって思わないですよね、多分ね。思えない。思えない。いつも思いますね、これ。これが凱旋なんですよ。だから朝一全然当たらん、なんか全然こう設定っぽくない、挙動も悪いと思ってても、まあ、実際6なんで。ね。わかんないもんですよね。わかんないですね。かといってね、200分の1ぐらいでポンポン当たって。気づけば4000枚5000枚出てる、これは間違いなく高設定だろうと思ってた台が1だったりしますからね。本当に凱旋って分かんないですよね。分からん。だから閉店後のお店に行って店長これ間違いなく6ですよねって言ったらそれ1ですよとかあるんですよ。はい、ドン。お、やっと前兆ですかね。はい、おお確定。待ってます。よし、やっとここからですね。ここからですね。あくまで今回は確定役ですからね。そうです、そうです。
当たりの数は手玉ではありません。はい、トミーさん、それまで1回目ですよね。はい、1時間経過です。やばい、何やってるんですか。やばい、僕もまだ単発1回ですけど、すいません。設定6の凱旋を2人で打って AT が1回ずつ、はい、情けな、やばいっす。もちろん残りの1時間で引けるんでしょうね、まあ、人のこと言えないんですけどやばいですよ、引かないと。ちょっとやばいですね、はい、おお。お、どうなるんだい。赤7、赤7、赤7でしょうね。でも昨日僕その演出で赤7揃いましたよ。あるのはあります。とか子役とかもまあまあ出るんですけど、はい、なんかこう決め手を書く感じですね。愛が足りないんだと思います凱旋に対する気持ちの問題だと思います。なるほど、トミさん、相性が悪くてもやっぱりここは凱旋をこうおだてて、あ、そうですね、褒めてた方がやっぱ神様いますからね。今日もいいよ。本当に時々なんかこうスロット台には AI が仕組まれてるんじゃないかって思う時ありますけどね一度も見てないかっていう。はい、へい凱旋、へい凱旋、何でしょう答えてくれないです。答えてくれないですね。いや、しかし当たらんもんだな。これが凱旋だ。ただ本当心なしか、さっきも言ったようにすごい動きが派手です。動きが派手ですか。はい、早く確定役を引いてください動きが派手じゃ何にも起きないんです。何ですか動きが派手って煽りがよく来るってことですか。はい、またリプさんとかですか。あ、1個空きですか。なんでこんなんやねん。もう当ててこんなに盛り上がらない凱旋動画もなかなかないですけどね。当たったーってなんないっすね確定役を引かないと。いやー、ちょっと今回まずいな。資格倒れしますよ、富田。せっかくクオカード作ってプレゼントしようと思ったのに、はい、配信できるかなっていうレベルですよ。なんか欲しいな。はい、これね、 AT 感も今400超えてますし、当たりも単発でしょ。収支的にも結構マイナスになってます。ねえ、だからまた価値が出るんですよ。そうなんです。これね、もうほんと株と一緒ですからね、機械ね。導入前から中古価格が出るんですから、うん、おかしな話ですよね。先物取引ですよ、だから本当に。で、まだお7、あ、確定役チャンス。さすが、さっきは神のイカ槌外しましたけれども、ここね、どっちもありますよ。6が止まれば激アツの武蔵ですね。でも3なら SGG チャンス。あー森店長、森店長、ちょっとおかしいことが起きてます。これはまずい。いやー、森店長、なんかモニター見ながらニヤニヤしてるんじゃないですか。ちょっとこれしまったな。確定役だったらちょっと森店長忙しいのは分かってますけど、3人
でやるべきだったから。そうですね。ちょっと2時間だけ時間くださいって言ってちょっとふと僕も思いましたね今3人なら可能性は 1.5 倍あります。はい、いやーしまったな。頼む。いやこりゃちょっと頼むわ。それが神に対する頼み方か。ちょっと頼むわってお願いしますでしょ。相手神ですよ。神様、神様お願いします。最後に思い出をね、思い出を作らせてください。祈って祈って弾けるもんならもうホールの中でいろんな人が祈ってますよね。これが届かないのがカットなんですよね、また。これトミーですね、これ。別に何もないです。いいです、いいです。もうこれハマリ確定名です。7を揃えてください。ハマリ確定名とか、縁起の悪いこと言いますね。あ、またトミー、あ、こっちもトミー出た。うわー、連鎖反応起こした。さあ、トミーさん、はい、残り時間が。いよいよあと30分になりました、ちょっと全く弾ける気配ないですけど、まずいんで、はい、ちょっとこのままだと本当に視聴者プレゼント最低の5名様になってしまうので、はい、ラスト30分、ええ、森店長にも来ていただきました。加古川店の名物店長、ね、森店長に、はい、よろしくお願いします。協力してもらって何とか弾こうと。そうです、もうこれで弾ける可能性は上がりましたから。上がりました、上がりました。あと30分みんなで分回して誰か一人弾ければ OK ということで、はい、行きましょう。はい、ただその場合は誰か一人が弾けたら7名様です ね、 ですね。僕とトミさんが弾けば10名様です。せめてね7名以上にプレゼントしたんですよね。森店長ちなみにこれ全6ですよね。怪しいですね。いや店長が6っておっしゃってるんで6なんでしょう。森店長からしたらいやお前ら6ってそれかよって多分思われてます。そう、それはそうですね。なんだろう、やっぱ僕あれかな、サンドにお金を入れないと引けないタイプなのかな。いいじゃないですかその方が。いやでもこういう時に引けないのは悔しいですね。ああ、おお、もう当たり。結構僕ら6って苦労したのに簡単に当てやがった。簡単に当てやがった。しかも6じゃないですよね、あれ。違います。あ、見てください、すごいですね。さすがですね。いやもうその勢いでちょっともっとバカなら引いてほしい。なんちゅう引きしてもね。おいおいおい、あれちょっともう700回転だ。本当に凱旋苦手なんだなっていうのが伝わりますね。人のこと言えないですけど、ちょっとトミさんの台は6にしてはひどい。リブさん、お、お願い。いやでも設定6なんで、うん、設定6なんでね、ちょっと期待しましょう、リップさんに。さあ、いけいけ、まだわからん。あるよ、リップさん。おトミさん、まだ早い、まだまだまだ、まだ早い。あとは7か S、お願い。下手したら G ストップがまだ眠ってる可能性あるんでですね。そうですね、そうですね。もう一個行こう、リプレイ、これでー。ちょ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 、ここ、ここは本当にお願いします。もう、ちょっと待ってね、あと5分です。ラスト5分。ほらほら、もう本当にラスト5分。ちょっと待って、ちょっと待って、 V じゃないけど。じゃあ V なら、V も揃わんか。
なこと先輩じゃない、僕も回さないと。いやー、うまくいかない。おいおい、ラストボタン全集中。いやー、はい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 、です。まずかがみ、全集中。何の呼吸だったんですか今。一応無呼吸でした。無呼吸、無呼吸じゃダメやん。いやでもまだ分かりませんよ。そうですね。あ、急げ急げ、あと3分。ストップは1個だけか。あった、よしよし、あるある。いや、トミさん、あと2分半、あと2分半。もう3回目ですからね。ボタンも少ないよな。ボタンってないの。まあ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 、セーフ。来ないなぁ。おー、びっくりした。こっから見たら、あっ、ナムアビダブス。まあまあまあ、トミーさん、はい、時間があと1分なんで、はい、お互い AT を消化しきるまでにしましょうか。お互い AT 消化しきるまでね、終了です、いけなかったら。あー、終わってもうかで、3連も1回もこっちは行けず。トミートミーメ、終了でございます。ありがとうございました。いやー、森店長ありがとうございました。さあ、というわけでタイムリミットが来てしまいましたので、残念ながら実戦はここで終了したいと思います。反省は後ほどエンディングで。はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、貴重な加古川店さんでの深夜収録もひとまず、まあ、ここまでというとこだったんですけど、ね、最後に偉いのを残して、トミさん、人のこと言えないんですけど、まあ、まず結果の方からちょっとお伝えしましょうか。はい、今回はミリオンゴッド神々の凱旋2時間チャレンジということで、確定役が引ければ、視聴者プレゼントの当選者数が増えるというものだったんですが、残念ながら確定役2人とも引くことができませんでした。そして最後は森店長にも手伝っていただいたんですけれども、引くことができずに、今回番組特製クオカードの、当選者数はすいません5名様と
ということでご用意させていただきたいと思います。ご応募方法は動画の概要欄の方にも、記載しておりますけれども、概要欄に貼ってある URL から応募フォームに飛んでいただいて、あとはそちらで必要事項を入力するだけとなっておりますので、クオカードご希望の方はぜひ動画の概要欄から、応募フォームへ飛ぶ URL クリックしてみてください。はい、というわけで、まあいよいよ凱旋がなくなるという時にやっぱ凱旋ってすごいよね、面白いよねなんて言いながら、いい絵が撮れればよかったんですけれども、そのために設定6にもしたんですが、大体なんかもう昔話で終わるっていうね。そうですね、凱旋の話というか、なんかもう世間話をし続けて間に単発が2回ずつあるっていう。いや最後にしてふさわしいんでしょうか、これは。果たしてふさわしいような、ふさわしくないような、ふさわしいわけないですね。はい、これもう一回やらんと気が済まなくないですか。そうですね、ギリギリ11月の頭だったら凱旋ありますよ ね、 そうですね、まだありますんで、これどうでしょう、やれんことないですね。もしかしたらもうワンチャンスあるかもしれないんで、もしもう一回凱旋がある間に取れたら、もう一回チャレンジしましょう。その時はビシッとリベンジ戦ということで、10名様にご用意できるように、まあ、今回は今回で5名様ということで、プレゼントさせていただきます。はい、さあそして森店長、すいません、今日も夜な夜なお邪魔して遅い時間にゴッドまで手伝っていただいて、さあというわけでこちらの動画がですね11月4日の配信予定なんですけれども、配信された時点ではまだキコナカッコワテンさん凱旋の設置はありますよね。一応11月入って1週間ぐらいは設置されているということで、ギリギリまでですね設置されてありますので、まだ凱旋打ちたい、打ち納めしたいという方はぜひ、キコナカッコワテンさん台数もしっかりありますので、最後の打ち納めぜひ33台です。8日まで、11月8日までご用意できますので、11月8日まで33台設置ということで、はい、これはもう打ち納めの絶好のチャンスですね。ぜひね、打ち納めはカゴガーテン、キコナカゴガーテンで。そうですね、はい、そしてその後もじゃあ凱旋がなくなった後、このメインのコーナー何が設置されるのっていうところもぜひ、この後です ね、 そうですね、注目していただいて、ね、11月、12月、1月と、まあ、スロット業界ではもう怒涛の冬になりますけど、このキコナカッコワテンさんがそこにどういう動きを示していくのかもぜひ見ていただきたいですね。さあそしてカッコワテンでの収録も、ああそうですね、ちょっとこれで一旦終了させていただいて、また次来る機会はあると思うんですけれども、ちょっと次がまたいつになるかわからないということで、ひとまず森店長、今年も1年お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで今回は視聴者プレゼントをかけたミリオンゴッド神々の凱旋チャレンジでしたけれども、残念ながら失敗しました。どうしても僕とトミーさんはこれリベンジしたいので、11月の撤去までに収録できる機会があれば、もう1回だけチャレンジさせていただきたいと思いますので、次回の配信もどうぞご視聴のほどよろしくお願いいたします。お願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。